全国でも話題になりましたこのロングスロー。手前でフリック、クリアを狙いま左足狙ってきました。ロングスローのセカンドボール、青森山田先制です。これはもうキーパー圭介もノーチャンス。ウンバルンバ長い球を蹴りました。さあこの後つないで進めればですが、青森山田がすぐプレッシャーをかける、かける、行く、粘って高は前に行けない、プレッシャーをかけます。ウンバルンバがプレッシャーをかけましたが、このセカンドボールを収められるかどうか。ウンパルンパ、ウンパルンパ行きます。セカンドボール左、梅ちゃん、ただ取れない、まだ残っている。おミドルシュートか、利き足に左足持ち替えてシュート。ちょっと険しい表情で選手に指示を送りました黒田監督。ウンパルンパは預けて出ていきます。下がってもらったストライカーの高野、横につけます。青森山田縦に入れます。これをウンパルンパがスライディングでしのぎました。まあ、なんといっても今回のこの遠征、ウィナーズウンパルンパはバンドリュージよりも人気があったというふうに聞いています。那須監督は中を締めます。プレッシャーをかけたのはセントラルストライカーのタガ。ウンパルンパ抜けに行きました。タガの歩む、競ったのは高、落としたのは高野、左サイドは岸、斜めのサポートウンパルンパ、高野歩夢が出てきます。ウンパルンパがチームメイトを盛り立てます。前線競ってフリックをしました高野。